Welcome back! マレーシア在住歩くパワースポット代表ライトワーカーともです。では鳴らします。おはようございます。Good morning! では今日はお知らせがあります。いつもご覧いただきまして本当にありがとうございます。ご登録していただいた方も高評価していただいた方も本当にありがとうございます。感謝感謝です。今日ね、さっきね、散歩してたらね、ハロー見たの。なので今日このリーディングが終わった後に最後ハローを流すので、ぜひそのエネルギーをお受け取りください。今私すごいねエネルギーに満ち溢れてるのでやっております。はい、でも今日はこちらのいつものタロットカードを2枚引いていきます。アドバイスを最後に引いていくので最後までご覧ください。ではこちらから先にいつものように今日のメッセージを皆さんにもらっていきます。めっちゃね嬉しかった。もうハロ今年に入って4回目でございます。見たのがもう本当に愛されてるのを感じます。はい、では今日も皆さんにメッセージです。今またカードが飛んだのでそれも採用しつつもう1枚出します。今日はこの2枚で、さっきねこれがジャンプしたのでこれをまず最初に採用して、これが普通に出たものですね。でね、これがねこの子が言っていることは自分を卑下すること、なんか自分を攻撃したりとかするのをもう終わりにするよって、終わりにしてねって言っています。でこの人のが出てきたんですけど、この後にこの子が出てきたんですけど、でこの人が言っていることは自分をちゃんと愛してねって言っています。慈愛ですね、慈愛。この子は自分を責めすぎているのが終わるっていうことなんで、終わったらちゃんと自分をちゃんと愛してね、自分を信じてねって言っています。ではサポートもらっていきます。サポートをお願いします。これに対してのサポートアドバイスをお願いします。ちょっと2枚飛びましたよ。もうこのまま採用します。え、見て太陽とカップのクイーンが出てます。もうこれは本当に愛情のクイーンですよ。そうだから自分も自分も今日4枚出ました。今日はだから自分を責めるのをやめてね、自分を愛してねって言ったらもうその通りで成功するし、なんかこう自分を好きになることでどんどんあなたが輝いていくよっていう風に言われています。なので自分をしっかり愛しましょう。そう、自分を責めるのをやめて慈愛ですね。もう自分をとにかくすごく褒めて褒めて褒めまくって自分を愛して大切にすると成功していくよっていう風に言われています。物事が動き出します。なので今日も皆さん自分を愛しましょうということで、これが参考になったと思ったら高評価と登録をお願いします。では皆さん今日もいってらっしゃい。バイバイ、ハバナイスデー。でしかもさ、この後ちゃんとハロー見てね。もうハロー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 も見てね。よろしくお願いします。たくさんのエネルギーが皆さんに届きますように。いってらっしゃい。バイバイ、ハブナイスデー。ハローが出ております。みんな見えるかな。ムエタイ終わって走っていたらハローが出ております。イエーイ。なんか全てはうまくいってるよって言っております。見えるかな。すごくない。今年入って4回目です。イエーイ。なんてラッキーなんでしょう。だらーん。幸運の象徴でございます。宇宙さん、ありがとう。